こんにちは、こじこじです。最近ちょっと体調不良なのと、任天堂スイッチで先週モンハンライズが発売されて、ちょっとゲームにハマり気味で動画の投稿頻度下がっているんですけども、気づいたらもう4月。この部屋、この新しいお家にね、引っ越してきてから、なんとね、今月でね、3年目ということで、先週のアマゾンセールで、新生活をね、ワンランクアップさせるためのね、アイテムをいくつかね、アマゾンセールで購入したので、そちらを紹介するのと、実際にね、デスクトップ周りのね、アイテムを買っているので、そちら使ってね、紹介していきます。それでは今回購入したものなんですけども、まずこちら。読み方ちょっとわかんないんですけども、ディコンオーディオでいいのかな？ディコンオーディオのデスクトップスピーカースタンドです。箱、届いた時からこんな感じでね、ベコンベコンに仕上げていまして、届いた瞬間にね、中身の方を確認しているので、今中身は入っていません。型番に関してはこういった感じで、Amazon で定価3300円で販売されています。で、こちら箱がね、すごく小さくて薄いんですけども、この箱の中にスピーカー左右分、LR 分、一対になってね、入っている形となります。スピーカーに関してなんですけども、先月の動画でね、ジャンクで買って修理した M オーディオのアクティブモニタースピーカーをね、搭載しようとね、思っています。続いて、ちょっとでかいんですけども、こちら、Amazon Basic のモニタースタンドですね。こちら定価で2800円とか、まあ世によってはね、2700円とかで販売されているんですけども、セールということでね、10% オフで購入しました。まあ2500円ぐらいですね。なので、スピーカースタンドとモニタースタンド合わせて6000円しないぐらいでね、ちょっとデスクトップ周りをね、かっこよくしようと思っています。今もね、デスクトップスタンド、端材を使ったデスクトップスタンド、以前作ってね、そのまま使っているんですけども、まあ、せっかくならね、3年目なので、新しいデスクトップ環境にしようということでね、ちょっとね、いろいろ買ってみました。続いてなんですけども、このお家、この部屋に引っ越してきてね、もう2年経つのでね、2年経った間にね、いろいろありました。大雨が降って、天井からね、雨漏りしたりとか、まあ、大きな地震もね、この辺りだと2回ほどありました。前回の大きい地震だと、2月にあったね、地震が、この辺りでも結構ね、大きかったんじゃないかと思います。僕の住んでる家では、家具がね、倒れてきたとかね、そういったことは一切なくて、近隣でね、怪我をした人とかもいなかったというふうに聞いているんですけども、場所によってはね、家具が倒れてきたとか、被害に遭ったとか、ちょっと怪我をされてしまったとか、そういった方いらっしゃると思います。そういった方、本当に心からお見舞い申し上げます。まあそういったね、いろいろなことがあるということでね、まあ3年目、これからに備えてね、今回こちら、アンカーのパワーハウス。モバイル電源購入しました。めちゃくちゃ重いのでちょっと、はい、テーブルの上で紹介します。今回購入したアンカーのモバイル電源パワーハウスなんですけども、こちらのモデルが一番スタンダードタイプということで、まあ、4万円近くするので、買いやすい値段ではないんですけども、アンカーとしてはスタンダードタイプと位置づけているみたいです。ちなみにこちらのモバイル電源、こちらにもアイコン出ているんですけども、普通のね、家にあるようなコンセント口がついています。なので一般的なね、家電、まあ写真で言うとこのね、コンセント口に挿すことによって使用することができます。ただ、消費電力の高いドライヤーとか冷蔵庫とか電子レンジは使えません。まあ扇風機とか夏場だったら扇風機弱ぐらいとか中ぐらいならね、全然使えるんじゃないかと思います。ちなみに仕様なんですけども、具体的なね、数値を申し上げますと、充電容量が 126,000mAh ということで、12,000mAh ってどれぐらいって言われるとわからないと思うんですけども、こちらにどれぐらい分だよ、みたいなことが書かれています。一番わかりやすいスマートフォン、1台 3,000mAh だとしますと、約ね、40回分。そして、ノートパソコンだと約15回分充電できます。みたいな、そんな感じでね、わかりやすく表記されています。ちなみに、アンカーが想定するこちらのモバイル電源の使い方なんですけども、まずはアウトドア、そして、非常事態が起きた時に外部電源としてね、使えます。みたいな感じになっています。
モバイル電源単体でも家のコンセントに挿せばね充電できるんですけども、なかなか電気が復旧しない、もしくはねアウトドアキャンプに行った出先でもねいっぱい電気を使いたい、そんな場合のためにこちらアンカーのパワーポートソーラー60を購入しました。まあこちら太陽光発電できて、このねモバイル電源に充電できる装置なんですけども、今回こちらのソーラー充電とモバイル電源合わせて6万円するかしないかぐらいなんですけども、ちょっとねこれからまあ何があるかわからない、僕特にね心配性なのでね、そういった心配がね少しでも軽減すればいいかなということで購入しました。またね一応修理系が多いんですけども、ガジェット系、一応ガジェット系ということでね、こういったモバイル電源興味があったのでね今回購入しました。この2つに関しては最近ねすごくあったかくなってきているので、次回以降の動画でね天気がいい日にね避難訓練兼ねて実際使ってねレビューしていきたいと思います。今回はねこちらのねデスクトップ周りのね製品使ってね、デスクトップ周り新しく新生活バージョンにしたいと思います。スピーカースタンド組み立て式なんですけども、組み立てるとこういった感じになります。オール金属製で結構ね重量感があって高級感がある感じです。スピーカースタンドに関しましては、こちらのネジを締めたりすることによって高さをね調節することができます。このサイズが一番低い高さです。ちょっと思っていた以上に高さがね出すぎかなと僕は思っています。でスピーカーを乗せる部分、こういった感じでねスポンジがねついているので振動を抑えられそうです。モニタースタンドも組み立て式なんですけども、ネジ4本締めるだけなので組み立てはそんなに難しくないです。さすが Amazon Basic ということでグラグラはねしたりしません。そして天板が木製の、足が金属製となっています。高さも適度に高さがあって、この下にキーボードを収納したりね、まあいろいろできそうです。Amazon Basic、シンプルながらね、やっぱり使いやすい製品になっているんじゃないかなと思います。仮組みなんですけども、こういった感じになりました。全体的に物の多い環境なんですけども、シンプルながらおしゃれな感じに思えます。ただちょっとね、黒ばっかりでね、ちょっとゴテゴテしてるんですけども、ゲーミングとか配信とかもろ YouTuber っぽいような、ね、デスクトップ環境になったんじゃないかと思います。モニタースタンドとスピーカースタンド合わせて6000円でねこういった感じになるならね全然ねありでおしゃれなんじゃないかと思います。ということで4月でこの部屋このお家3年目、新生活3年目なんですけども、 Amazon で買ったものでデスクトップ環境をねワンランクアップグレードしてみました。またアンカーのモバイル電源などに関しては後日ね動画で紹介したいと思います。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。また前回の動画、任天堂スイッチの画面割れの修理の方法を紹介しているので、気になる方、まだ見ていないよという方いましたらぜひぜひ見ていただけると幸いです。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。